あの田んぼの中に入っていきました。タヌキが見ました。アライグマかな。でも尻尾があったからアライグマかもしれない。タヌキではないか。でもキツネも見たことあるよ。キツネもあります。キツネではなかったね、あの感じ。多分アライグマかタヌキです。アライグマってその辺にいるものなの。意外となんか森みたいなところがあったらいるんじゃないですか。どこにでもいるみたいな言い方してるけど。ラスカル、まあそうね、可愛いラスカルがいました。今日アライグマって強いんだよね。タヌキみたいなニーミさんかも。ニーミさんに怒られるよ。今そんなこと言ってると怒られるよ。あ、サッカーちょっと見てました。ちょっとね、勝ちましたね、トルコに。見てました、皆さん。次は17、18ですかね。見てました。ちょっと見てた。見てました。なんか最近はスポーツが多いですね、テレビでやってるの。次はラグビー。バレーボールもない。バレーボールもあるよね。スポーツの秋ですね、本当に。今年はそうですね、スポーツの年だね。まあ私は食欲の秋だね。うん、あゆむらスポーツしてる。スポーツだよね、私たちがしてるのは。スポーツみたいなもんだよね。WBC からもう半年経つの。マジ？あのサウナの中で WBC を見てたりしてました。サウナに入りながら WBC を見るっていう、はい、楽しかったですね。見てて、ルールをしっかり分かっ、ルールをまあなんとなくですけど。WBC を見る前よりは知ってたの、分かったので、はい、
サウナで見てましたね。だからなんか限界まで来てたけど、でもなんかもう試合が気になりすぎて、はい、いい感じに整えましたね、 WBC のおかげで。はい、そう、ホームランしか知らなかったんですけど、 WBC 見てそのダブルプレーだったりとかフォアボールとか知りました。マジの基本基本中の基本。 WBC の W はなんだっけ、ワールドベースボールクラシックだっけなんだっけ、そんな感じだよね。正解、よし、それ学びますわ、ちゃんと学びますちゃんと学びます。さすが、ありがとうございます。ちゃんと学んでるんでね。はい、じゃあ MC は覚えてる。うわ、なんだっけ、マスター、なんだっけ、マスターなんちゃらじゃなかったっけ、マスターなんちゃらじゃない、マスターオブセレモニー、やればできますごめんなさい、やればできるんです。はい、実はね、やればできちゃうんですてかね、みんな聞いてください。あの関係の冊子をね、まあ、一応開いたわけよ。2回目ですよ、開くのは。あれが1回目なんで開いてみたので、今が3回目なんだけど、こう開くの2回目こうパラパラってこう全部見たわけよ。こうね一通りね、こうパラパラっとこう目を通したわけですよ。正直な感想言っていいですか。やばいえ、普通にやばい、びっくり。え、もうやばいはね、いろんな捉えられ方しますけど、はい、ちょっとね、あえてあんまりね、そのマイナスなことは言いたくないので言わないですけど、はい、やばいです、やばすぎえ、ちょっと普通にびっくりしてる、びっくりしちゃった、えっていう、これ本当にってこれ本当中学卒業レベルかなみたいな、えみたいな、ちょっとなんか見たことないここ見たことないとか言っちゃダメだね、見たことないとか言っちゃダメですよね。まあ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 、今見たんでね、覚えられますもんね。うんうんうん、まあまあそんな感じでございます。待って、お姉ちゃんと同じコースとかいうのやめてくんない、まだ受けてないからね、まだ分かんないから。え、ニワトリって皆さん書けます？ニワトリって、皆さんニワトリっていう字書けます？ニワトリ、あー、私今あのニワっていう字に鳥を書こうとしてました。ダメですねこれね、これ完全アウトですよね完全アウトですよね、それはね、っていうちょっとね冗談も挟みつつ、はい、
まあね、勉強していきたいと思います。はい。まあまあまあ、いきますよ。うわー、あ、これはいけるね、これはいけるわ。うんうんうん。うわー、意外とね、びっくりでしたね。まあまあまあ、これはもう徐々に勉強するのみですね。はい、ということでね、一旦本を置きまして、あのちなみになんか、あの一回は落ちた方が美味しいみたいなファンの人思ってるかもしれないけど、マジでやるからお願い。お金の無駄は無駄にはしたくない、みんな分かってる？そういうなんか値段とか関係ないから、分かった？マジで本当に、落ちてよっていうのやめな、ちょっと待って。やめな。まあでもそうね、これ何ページあるんだろう、ちょっと待って、これ何ページある、ね、この問題集、問題、これ回答用紙、回答用紙、これは違うか、ここまでか、175ページですね、あの漢字の問題があるのが、まあ、それ以降もあるけど、これは多分なんか回答用紙みたいな、ちょっとよくわかんないのが載ってんのかな。175ページあります。これはどういう計算でやっていけばいいんだって、もう計算もできないんで、まあまあまあ地道にやるしかないですね、これはね。もうね、でもなんか私1個動いたらまた1個なんか抜けていきそうなんですよね。まあそうだよね、全部覚えれば受かるんだよ、余裕で、余裕で受かっちゃうんだよ。てかさ、もうまず1問目な、1問目が、はい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 、はいはい、遺留ね、遺留、皆さん遺留わかります？遺留、引退表明したが遺留されたっていう、はい、遺留、このいっていう字ちょっと見たことないですね、あんまり、まあ、見たことないね。まあ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 、こういう感じもありますからね。はい、ということで間違ってます、ファンの方間違えてます。あ、556日です、ありがとう。え、そう、割と難しくない？遺留ってあの医者の医じゃない方ね、慰めるの方ね、慰めるっていう字に止めるっていう字で遺留です。難しいよね、だからみんな産休受かったら盛大に お祝いしてねお祝いしてねっていうね、まあ、でもそのぐらいちょっと頑張ります。はい、まあでもね、ファンの方はまあ、あの 100% あの私よりは賢いと思うんで、はい、100% 私より賢いんで、まあね、その中学校の時にやってたら受かってたかもしれないけど、ちょ今だとね、なんかね、ちょっと頭回らないんすかね。まあね、もうそんなこと言ってる間に時間が来てしまいましたので、はい、ちょっとね、今はいろいろ覚えることでいっぱいな月なんですけども、関係も頑張ります。ちょっととりあえずこの1ページ目頑張ろう、今月1ページ目頑張ろう、1ページ目ね、1ページ目、1ページ目ね、1ページ目頑張ります、徐々にやっていきます。
ステップ1、2とかあるのね、3、4、このステップ1、2、3ってこう区切られてるわけよ。このねステップがね、ね、やっぱもう時間か、もう時間になってしまう。まあということで皆さんおやすみなさい。また関係についてはまたお話ししますね。はい、経過だったりいろいろお知らせしますし、俺もね。じゃあはい、ということでみんなおやすみ、バイバーイ、ありがとう。はい、頑張ります。皆さん厳しくお願いいたします。